はい、物理数学2の授業を始めたいと思います。今日は等角写像について勉強してみましょう。実は二次元系の物理、例えばですね、半導体の平面の、現象などはですね、この関数論が使える時が結構あるんですよね。なので非常に美しい、数学的に美しい 理論で記述することができます。現象もだからそれに従っているので、まあすごく得意ですね。すごく美しいことがあります。さあ見ていきましょう。はい、まず写像を復習しましょう。まず一つのところからですね、一つのところにこう、まあ何ですか、写した像ですね、こっちからこっち写した像、写像ですねがあります。で XY っていうところからこの F で UV っていうところの面に移るということを見ています。で、ここでヤコビアンという量を定義しましょう。聞いたこともあると思いますが、まあ、こういう量です。こういうものですね。行列式で書いたもの。こうですね。で、それを記号としてこのように書きます。このように書きます。じゃあ逆変換。逆変換はどういうものになっているかというと、U から UV っていうとこから XY についてこのように変換されます。これは逆変換ですね。で、逆変換のヤコビアンっていうのは、まあ、このように書くことができます。さっきと、入れ替わってるわけですね。上下が入れ替わっています。いいですか？で、今1対1写像を見てるわけですね。で、この D っていう領域、XY では D っていう領域が、U と V では D' っていう領域に移っているということです。で、今ですね、この領域では、この写像は1対1で、しかも微分可能だったとしましょう。J なってイコール0です。で、その時には、こういう式が成り立ちます。なので、ヤコビアンについては、ちょうどインバースの形になっていると。逆変換は、ヤコビアンがちょうどですね、インバースになっているということになります。さて、これを証明してみましょう。まず、こうですね。DU っていうのはこのように書ける。それから DV っていうのはこのように書けますね。チェーンルールでこのように書けます。で、逆に DX を、とか DY っていうのは U と V でこう書いてあると、DU と DV で書いてあるとこのようになりますね。なので、DU っていうのはこのようになります。これを入れてやるわけですね。DX、DY っていうのをこの右の方のやつを入れてやります。そうすると、このようになりますね。なので、これが元々の DU に等しいっていうんだから、ここの部分は1。で、ここの部分は0になってなきゃいかんですよね。で、DV についても同様にして、同じように計算してやります。そうすると、ここの部分は0、ここの部分は1にならなくてはいけません。で、この2つを入れてやると、ちょうどこの式が出てきます。ヤコビアン。で、ヤコビアンなので、両辺の、行列式を取ってやって、デターミナントを取ってやると、こうですね。で、すなわちこれはこういうことですよね。いいですか？さて、で、今のが、まあ、一般的に、二変数、ある平面からある平面へのマッピングだったわけですが、ここで複層写像を考えてやります。そうすると、こうですね。XY の間には、X たす IY と、で、U と V は U たす IV で書かれている。Z 平面から W 平面への写像。で、ヤコビアンはこのようになります。で、ここで、コーシーリーマンを使ってやると、どうなるかというと、このように書き換えられますよね。で、これはこういうことですよね。デル F をデル Z で微分するとこういうことなので、もうこういうことになりますよね。いいですかね。はい。では次に等角写像についてお話ししましょう。で、今ですね、FZ が点 Z0 で正則で、で、それから、この微分したもの、この Z0 での微分の値が0ではないとします。
で、この C1 と C2 っていうのが曲線があって、で、こう移った先がその移った先がガンマ1、ガンマ2としましょう。で、今、正則なので、正則っていうのは、この Z0 への、近づき方によらず、微分の値っていうのは同じ値であるっていうのがポイントでしたよね。それが正則の定義でした。ってことは、これ今見てありますよ。Z1 引く Z0 分の W1 引く W0 っていうののリミットを見ていくと。で、これは、違う方向。Z1 から0に行ったもの。C1 の経路をたどって Z1 から Z0 に行ったものと Z2 から Z0 に行ったもの。では、同じ値になってなきゃいかんですよね。それはこういうものです。でも、これだけのことから、これはこのように式変形できます。いいですか？ってことは、これ何を言ってるかというと、Z1、Z2 が C1、C2 をたどってですね、Z0 に近づくとき、この三角形、微小三角形、Z0、Z1、Z2 とその像、行った先ですね。W0、W1、W2 っていうのは、角の回転、向きも含めて、これは相似形になっているってことです。それは角度が同じだってことですね、まず。等角写像になっています。角度保存してるんですね。まあ、具体例見てみましょうか。これ W イコール Z の2乗というものです。今、Z の2乗ですよ。なので、Z の2乗なので、U と V っていうのはこのようになりますね。U は X 乗引く Y の2乗。V は 2XY です。で、Z と W の、絶対値と変角っていうのはどうですか？W の絶対値についてはこれ2乗なので、W の絶対値は Z の絶対値の2乗。それからアーギュメントの W っていうのは2倍のアーギュメント Z になってますよね。なので、今、アーギュメント Z が0から π っていうのと、それからアーギュメント W が0から π っていうのは、領域は1対1に変換しています。1対1対応になっています。さあ、じゃあまず Z 平面上の双曲線 x 乗引く y 乗イコール c1 なんか正の実定数としましょう。それはどういうところにマッピングするかというと、こっちではこれ c1 っていうところに、マップしますよね。だから、この双曲線っていうのはこっちではマッピングした先ではこの直線に行きます。次。では、Z 平面上の双曲線。2XY イコール C2。C2 は正の実定数です。っていうのは、行った先はどこに行くかというと、W 平面上の直線。V イコール C2。こういう直線に1対1に写像するわけです。つまり、こんなようなものは、こんな風な網目に行くわけです。これどっちも直交してますよね。だからこう双曲線の座標で書いた直交座標が、こっちではデカルト座標に直交しています。写像しているわけです。X と Y は直交しています。で、U と V も確かに直交していますから、これ本当に等角写像になってますよね。角度は、保存しているわけです。次に、調和関数について復習してみましょう。これは、以前勉強しましたよね。もう一回復習すると、2つの実変数、XY の関数、HXY が領域 S で、下の2つの条件を満たす場合、HXY は領域 S で調和関数であると言います。1回、2回の変動関数が連続であると。それから、ラプラス方程式をとにかく満たすんだっていうことですね。で、領域 S で関数 FU たす IV っていうのが正則だったとすると、 U も V も S で調和関数になっているよっていうことでしたよね。これ証明は、この FU たす IV が領域 S で正則であるというときは、 U と V は連続な変動関数を持ち、コーシー・リーマンの方程式が成り立ちます。
なのでそれを XY で偏微分すると、まあ、このようになるので、コーシーリーマンを使うとこのようになるので、確かにこのようになっていると。ラプラス方程式を満たしてますよね。だから U も V もラプラス調和関数であるということです。これが復習です。さて、で、まあこうですよね。じゃあ例えばですね、電場、まあこうですよね。電場っていうのはスカラーポテンシャルによってこのような勾配で書かれました。書き直すことができました。それから電荷のない時空のマクセル方程式っていうのは、まあこうでしたよね。電荷のないところ。というわけで、このスカラーポテンシャルはラプラス方程式を満たすわけですよね。この今電荷がない空間。で、二次元空間、まあ、つまり Z 方向の自由度は考えなくていい物理系です。まあ、平面で考えてもいいですし、あるいは無限に長い Z 方向には全く同じ形をした、例えば無限に長い電線とか無限に長い円筒形とか、そういうものの電場を考えたとしましょう。そうすると、まあ、例えばですね、無限に長い直線上に分布した電荷を考えます。それに対して、スカラーポテンシャルが一定っていうのは、まあ、要するに等電位面ですね。等電位面がこの、同心円状に、広がっていきますよね。年輪のように。これが等電位面です。ファイが一定です。で、ファイが一定っていうのは、これ、ラプラシアンを満たしているわけですよね。で、これを複素変関数に拡張してみましょう。で、今、実数部分をファイとしましたが、虚数部分、プサイっていうものを考えたとします。そうすると、プサイも必ず調和関数になってるはずですね。で、正則条件からファイを決めたら、プサイも一時的に決まるはずです。まあ、定数は除きますが。そうすると、今、電場がこのようになっていましたね。で、これ、傾きです。勾配ですから、電場はスカラーポテンシャルを使ってこう書けました。で、コーシーリーマンを使うと、プサイについてどうなっているかがわかります。じゃあ、このプサイは何かというと、これ、まさにこの向きっていうのを見てやると、これ電気力線なんですね。こっからちょうど放射状に伸びた電気力線。で、等電位面、この同心円状に書いた、まあ、年輪のような輪っこと、この電気力線っていうのは直交してますよね、すべて。なので、ちゃんと、等角写像になってるわけです。で、なんだっけ、調和関数、両方とも調和関数なわけですね。直交してます。はい。では、次回もいろいろ勉強していきましょう。それでは皆さんごきげんよう。